Hi everyone, welcome back to our channel. 皆さんこんにちは。またのご視聴ありがとうございます。今回はですね、インスタグラムでリクエストをいただいておりました料理動画を作ってみました。よかったら最後まで見ていってください。では Let's start。 まず一番最初、朝起きて作るものはマシューが仕事に持っていく用のサンドイッチです。とっても今回作るのはシンプルなサンドイッチにはなるんですけど、ハニーマスタード、これはもう絶対に毎回入れます。お次がマヨネーズですね。私はよくオリーブオイルで作られているマヨネーズを使うようにしています。あとパンがパサパサだとマシューが嫌がるので、ちょっとパサついてるなって感じてる時は多めにマヨネーズを入れるようにしています。マシューはレタスが嫌いなので、こんな感じで1本分のキュウリを入れます。そしてチーズを乗せて、こちらがですね、ターキーキルバッサというもので、ターキーで作られてるハムになるんですけど、結構味が美味しくって我が家では人気のハムになってます。マシューはですね、半分に切ってるサンドイッチの方が食べやすいそうで、毎回半分に切るようにしています。はい、あとはサランラップで一つずつ包装してボックスに入れて完成になります。ハンターファミリー。はい、続いては朝ごはんの準備にかかっていきます。今回はですね、このテイラートーツっていうんですけれども、あのハッシュブラウンの小さい版みたいなのをまずオーブンでぬくめていきます。お次はですね、みんな大好きベーコンの登場になります。マッシューは本当にベーコンが大好きなので、ベーコンは我が家の必需品になっております。そしてこちらは卵なんですけれども、普通の目玉焼きじゃなくって、ちょっと黄身を潰して広げていきます。すべての準備が完了したらソース作りに移ります。こちらはですね、チポトレソースというものになります。このチポトレソースなんですけど、私はあらかじめ缶から出して全てみじん切りにしております。今回はブリトーを作っていくので、トルティーヤを準備します。このブリトーを作ろうと思ったきっかけが、ティム・ホートンズのですね、ビデオを見てくださった方は覚えていらっしゃるかもしれないんですけれども、あの時に食べたファーマーズラップがめちゃくちゃ美味しくって、自分なりにちょっと再現してみようと思って今回挑戦してみました。このね、欲張って具を入れすぎると巻く時が本当に大変なんですけれども、できるだけ隙間ができないようにギュッギュッと力強く巻いていきます。This is on what? Tater tots? Tater tots and cheese, one is cheese and egg and, cheese, egg, and bacon. Bacon. One of them? Mm, I forgot to put cheese, both of them. Cheese, egg, bacon?、Mm. Oh, this, oh yeah, one of them is salt cheese. Egg, mm. Okay, we're trying. This is without cheese.、Mm. Chipotle sauce.、Mm, still good. Good?、Mm-hmm. Hunter family.それでは今から夕食に何を作ったのかご紹介していきます。
まずはニンニクとマッシュルームをみじん切りにします。続いてバターをフライパンに入れて、ニンニクも入れていきます。バターにですね、ニンニクの香りを移していきます。今回私が参考にしたレシピは概要欄の方に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。お次はマッシュルームを入れて炒めていきます。ここでですね、ちょっと忘れていたんですけれども、玉ねぎのみじん切りも入れていきます。本来は玉ねぎが先です。こちらもしんなりするまで炒めていきます。そしてここでクリームチーズの登場になります。最初はめちゃくちゃ硬いんですけれども、火が通り出すとどんどん柔らかくなってくるのでご安心ください。またですね、お時間がある方はぜひ常温に戻してから使ってみると簡単にほぐすことができます。お次はパン粉です。私はですね、シーズニングされているものしか家になかったので、今回はこれを使いました。そしてこちらは追いチーズですね。もっともっとチーズイな味にしていくためにチーズを追加していきます。そして最後にスピナッチ、ほうれん草を大量に入れていきます。最初はちょっと量がやばいかなと思うかもしれないんですけれども、炒めていくとすぐ縮むのでご安心ください。ほうれん草がこのようにしんなりしたら完成になります。次はサーモンをカットしていきます。私たちのインスタグラムを見てくださっている方ならもしかしたら予想がついているかもしれないんですが、そうです、今からサーモンウィリンドンというパイを作っていきます。サーモンをカットし終わったら使用する4切れを選んでいきます。サーモンの裏表に塩コショウを軽くしていきます。今回私は冷凍のパイシートを使いました。昨日の夜に冷蔵庫に移しておいたのでちょうどいい感じに解凍ができていました。パイを包んでいく作業の時に接着剤として卵が必要になってくるので今のうちに溶いておきます。今回私が使用しているパイシートはかなり大きめのものなので、この1枚で2つ分のパイを作ることができます。少しですね、パイシートを綿棒で伸ばしていきます。パイシートを半分に切っていきます。半分に切り終わったらまた綿棒でちょっと伸ばしていきます。十分な大きさにパイを伸ばせたらサーモンを真ん中に置いて、サーモンの上に先ほど作ったものを乗せていきます。この時乗せすぎてしまうとパイシートがきれいに閉じれなくなってしまうので乗せすぎ注意です。乗せ終わったらここで先ほどの溶き卵の登場になります。すべての縁に塗っていきます。溶き卵を塗り終わったら下上横横の順番にパイを包んでいきます。あとはこの作業を3回繰り返していきます。どうしてもやっぱりですね、この具を詰めすぎちゃうんですね毎回。皆さんは乗せすぎに注意してください。すべてパイを包み終えたら最後に仕上げがきれいになるようにですね、包丁でうっすらと線を入れていきます。Are you getting hungry? Starving? I'm sorry. 綺麗な焼き色が出るように溶き卵をパイ全体に丁寧に塗っていきます。
You can watch more. これは全然もうオプションになるんですけれども、見た目が綺麗になるように乾燥パセリを散らしていきます。よし。Oh, I see. パイを入れ終わったらサラダの準備をしていきます。カナダは最近本当に食べ物の価格がめちゃくちゃ上がっていて、なんか私が読んだだいぶ前に聞いた話では 35% ぐらい値段が上がっているみたいです。もう本当キュウリなんてもう どうしたらこんな高くなるのっていうぐらい高いです。皆さんが住んでる国はどうですか？やっぱりカナダみたいに価格上がってるんでしょうか？ぜひぜひコメント欄で教えてください。我が家ではキュウリって必需品なんですね。というのもマシューがサンドイッチにレタスを入れるのを嫌がるので、いつもキュウリを入れなきゃいけないんですが、最近なんかキュウリがなんかブヨブヨで、なんかこれにこうお金出すの嫌だなって思うので、そんな時はこのラディッシュをキュウリの代わりにサンドイッチに入れたりしてます。今回使用していくドレッシングがこちら、サルサランチという味になります。とてもクリーミーな味なので、マシューも私もお気に入りのサラダドレッシングになります。ようやくパイが焼き上がりました。こちら見てください、いい色に仕上がりました。Hunter family. Oh, this looks really good. Yeah. Mind if I? Yeah. Okay. Let's go. Start. Can you cut and? I wanna film. Okay. Inside. It's so hot. I hope I'll be able to eat without burning my mouth. Please. Mmm, smells really good. I hope it doesn't burn my mouth though. It seems very hot. Yeah. It's not too hot? A little bit hot. Mm-hmm. I'm just trying to eat the pastry. Mm-hmm. Because the inside's going to burn my mouth. Mm-hmm. I'll try to just eat the pastry. Yeah, it's very hot. It's burning my tongue. I should just eat some salad right now. Open. All right, I hope it doesn't burn my mouth this time. Mm-hmm. Be careful, it's too hot. You look so tired. You're welcome. Tired? 最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。料理動画はいかがでしたでしょうか？またですね、何かリクエストなどございましたら、ぜひぜひコメント欄や DM などでお知らせいただけると大変助かります。では Thank you for watching. See you in the next video. Bye.